ということで買ってきました。全部これで、これで総額1万円ということで、いやーということでね、早速一つ一つ紹介していきたいと思います。じゃあまず漫画を紹介していきます。まずですね、花子くんの15巻、これは発売日に行けなくて、発売日火曜日だったんですけど、その週の土曜日に買いました。はい、発売日に行けなかったんです。最近私の家の近くに本屋がどんどん消えてくんですね。ほんと最近本屋に行けなくて買いました。あとね、これは出てたんで買いました。参りました、イルマくんの漫画の21巻、はい、とそのスピンオフを読んでみたくて2巻買いましたまだこっちは読んでないんですけど、はい、これね、このストーリーのスピンオフ作品、この主人公たちも出てくるんだけど、また違う人が主人公っていう、面白いですこれ、はい、まあ1巻しか読めてないんですけど、はい、はい、ということでこのね4巻を買いました。でも花子くんやばいね、ほんとやばいよこれからどうなっていくのって感じで、ほんと辛いです。でもだからその後にこれを読んじゃったから、ほんとのほほんとした、なんかハッピーって感じで4冊でだいたいいくらぐらいかな。2000円です。2000円です、ね、あの花子くんがこの漫画たちより200円高いんで、あ、ちょっと大きいもんね。そう、ちょっと大きくてね、ちょっと値段が高いんですよ、ね、次にドンキで買ってきたものを紹介します。ドンキではですね、ほんと美容ですね、美容ですね、スキンケア用品を買ってきました、まず一つ目がこちらのワセリンの大きいやつです。ついに買いましたね。超ね、欲しかったんだけど、ちっちゃいのを何個も買っていくにつれて大きいのが欲しくなってくるんですよ。買うのがめんどくさくて、もうちっちゃいの2個ぐらい使い切ったかな、しーちゃん。いや、3個4個3個ぐらい、もっと、すごいね。そう、だからもう大きいのにしたんだよね。大きいのにしました。これをね、半年で使います。いやでも本当にヤバくない、ヤバくない、超大きくない、大きい。もう1個ちっちゃいサイズもあったんだけど、こっちにしました、一番大きいサイズ、はい、いや嬉しいね、これ欲しかったんだよで、これで500円ぐらいでした。そうだね、まあ税込み入れて600円ぐらい、はい。で、次にね、パックを2つ買いました。いや、いいって噂のね、2つのパックを買いました。で、こっちはもう1回使ってて、私ヒリヒリするパックがあったんですよ。なので、しなかったんですね。これをね、買いました。はい、で、これはですね、いいって噂だったんで、使ってみようかな、試してみようかなって感じで買いました。使うのが楽しみですね。へえ、はい。で、ドンキ最後かな、ポリシキを買いました。はい、これはアイプチです。いやでも、何回やってもうまくいかないの。私、動画見てくれる方はわかると思うんですけど、私何個買ってるんだって思うじゃないですか。なんか保存の仕方が悪いのか、二重の棒どっか行っちゃうしこれはだらしがないだけでしょあとなんかね、すぐカピカピになるんだよね、なんか保存の仕方が悪いのかなとは思うんだけど、すぐ乾いちゃうのあと今回は乾いたとか関係なくなくしました。物だらしがないの、だらしがない、本当なので買いました。はい、3回目ですこれ買うの。いや本当これで1年は持ってくれるとありがたいんだけど次にね、こちらのね、消しゴムを買いました。突然ね、これがね突然ね、また系統が変わって、可愛くない、この消しゴムこれじゃ飾るよ。いや、使うよ。使うんだ。使う、グリグリ使うもんグリグリグリって使う。マジこれだから学校に持ってくか家用か迷ってるんだけど、どっちがいいと思う。学校だから消しにくそうだよね。こうやって家じゃない、家かな、家で使いたいと思います。はい、私の気分が変わったら学校で使うかもしれないんですけど、とりあえず家で使います。はい、これね、超かわいいでしょ。これね、瓶にこう入ってて一目惚れしましたはい、150円です。で、次に行ったのがね、こちらのお洋服屋さんです。はい、で、これ、
閉店セールをしておりまして、そうなんだよね、全品500円ぐらい、いや全品900円ぐらいじゃなかった、全品900円で980円だっけ、990円だっけ、990円か、まあ1000円ぐらい、1000円ぐらいで、ちょ本当全品で、本当全品で安くて寄ってしまいました。元々はここのねお洋服屋さんに寄るつもりはなかったんだけど、たまたま通りかかったら、そうそうそう、めっちゃなんか閉店大セールみたいなのやってて、そうそうそう、全部安くてね、ちょっと見てみよっかってなったらね、本当はですね、うん、本当はイングってお店に行く途中だったんですけど、うん、そう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 、可愛いのがあったんで買ってしまいました、うん、ということで、はい、買っていきます。でも以前もここで買ったことあるよね。そうなんですよ、うん、一目惚れして、あの、うん、ララポートで一目惚れして買った服があるんですよ、うん、それぐらい私も可愛いなと思ってるお店でして、ね、2点買いました、あ、3点買った、3点買ったね、最後の最後でなんかレジのところにあった、そうそう、レジのところで500円ぐらいのがあって、そうそう、まず1つ目がね、こちらのこちらのね、レースのねブラウス、ブラウス的な感じのを買いました、うん、かわいい、これあの見えるかな、背景が白だから見えにくいと思うんだけど、うん、まずね首にね、でこのこういうレースがついてて、ね、こういうの流行ってるよね最近ね、そう、大きいレース流行ってるよね、うん、でね袖にもねフリルがついてます、うん、超かわいいなと思って、あ、でも流行ってるのか、こういうのか流行ってるのは、うん、でね、本当にね、可愛いなと思って、これは一目惚れです、本当に、うんうん、あの、マネキンが来てたんですよ、それで、うん、何あの、可愛いと思って、店内探し回って、見つけたやつです、うん、はい、超可愛くない？可愛いと思って、可愛い、これをね、夏に着たいと思います。これ990円です、はい、安っ。で、次にね、これとセットで買ったのがこちらのロングスカートですね。私ロングスカート好きじゃない？好きだね、好きだよね、なんだかんだ言って好きだよね、うん、ロングスカートを買いました。これをね、セットでね、着たいと思います。はい、マネキンが着てました、同じコーデを、あ、マネキンコーデですね、今回ということで、これ私何気にさ、ロングスカートが好きなんだよね、確かに、何気に、うん、学校にもよく着てても、うん、はい、ということで、かわいいですね、本当にかわいい。で、これをね、買おうと思ってレジに行ったんだけど、レジ横にね、かわいいのを見つけてしまい、ついつい買ってしまいました。こちらです、じゃん。これをね、白のね、ブラウ、あ、白のね、ベスト、うん、これかわいくて、横に、あの、後ろにね、リボンを結べるところがあって、結べられるんですよ、うんうん、ね、そのブラウスの上に着てもいいしね、そうだね、本当にかわいいと思って、うん、一目惚れで買いました。ほんと一目惚れだよね、運命っていう。500円だね。そう、500円です。でさ、さらにさ、なんかさ、2個買うと 20% オフで、3個以上買うと 30% オフっていうのがあってね。やってて、そうそうそう。でも、この500円のはそのセール対象外になっちゃって、2個で 20% オフになって、だっけ？そう、なりました。2個で 20% オフになって、合計で2000円。なんかそんな感じだったよね、めっちゃ安かった、2000円台だったかな、でもね、2000円ぐらいで、うん、はい、安かったです、安かったです。1着2000円とかあるよね、うん、1着1999円するのあるから、うん、それでも安い方だもんね、うん、本当に安いと思う、これだけ買えて、はい、2000円ぐらい、2000円っていうこと、素晴らしい、素晴らしいです。最後はですね、じゃん、こちらはサンキューマートで買った帽子です。はい、これを買いましたもうこれもね、可愛いと思って、サンキューマートに寄ったんですよ。パパが、カメラ、ん？携帯のか、携帯の充電器が欲しいということでサンキューマートに寄ったんですけど、その時にね、見つけてしまったんですこの帽子を、ということでこちらを買って1万円終了しました。でもなんかよく考えるとさ、この洋服が安すぎてさ、うん、1万円届いてない気がしない？届いてないかな？5000円でしょ、うん、2000円、7000円じゃない？届いてないか届いてないわ。なんかさ、服の割合がさ、思ったよりさ、安く済んじゃってさ、ね、ね、そうだ、朝
かレジでささらに3なんか 20% オフとかなんか知らなかったから、そうレジで初めて2点で 20% オフ、3点で 330% オフってね初めて気がついて、うん、ちょっとね洋服がね安すぎたんだと思うちょっと届かなかったけど、まあまあまあそれはね、まあ、無理して買うものじゃないし、こんな山約1万円ということで約1万円分お願いしください以上一番約1万円分の購入品紹介でした。そうですね、ということでね本当に、あけどもう少し買えたね、ね、もう少し買えたね。あの時はなんかもう1万円じゃないなんて言って、でね、そうだねって言って終わりにしよっかって言ってたよね。はい、ということで今回はね私の誕生日にジジとバーバーからもらった1万円を使って爆買いをしてみました。ということでそれではバイバーイ。まだ使い切ってなかったね、また今度漫画でも買うかバイバーイ。